天保上級卓を打ちます。今1級で初級、初段を目指すような状況です。 MJ と天保を2つやっていて、ここ最近4茶の蚊の確率が高くて、まあ下手くそって言われる成績を残しています。これは7、8級を見るっていうよりはあんまり攻めっ気がないですね。正直想図が伸びるとか E ピンが重なるとかだと攻めようかなと、様子見っていう感じですね。ただドラにくっついて両面になったんで、おお、これはちょっと個人的にはテンパイ優先で、イーペイコーとか薬王院じゃなくてテンパイ優先を見たいですね。おお、これは会心のツボですね。これはすごいツボ。一番確率薄いとこから引いてくれたんで、もうこれはの攻めですね。この数ピン残したのはドラ引いた時にドラを雀刀にして急須を払えるように。この数ピン切っちゃうと E ピン引いた時にリーチ。E ピン引いた時にドラ切ることになるんで、ちょっと危険ではありますけど、これはうまくかわされたなと。今のは向こうのスピードが勝ったと。まあ50あれば、ローンかツモか絶対してたなっていう手牌ですね。このウーピンは絶対使えるんで、パーソー雀刀あたりに固定しといて、まあ、ウーピンでピン付けにと。で、総勢2面2見えましたね。2面2、1雀刀が総勢できました。で、ピンツで1面2。マンズで何か1面2。ドラがチュンなんで、チュン引くと厄介ですね。で、4人ともピン付けかなと。これは人それぞれですけど、差し子も見て、まあ差し子になればいいですけど、無理に狙うっていうよりはテンパイを目指して、これはちょっといらない。ドラのチューンを右の人が切ってきたんで、ちょっと注意ですね。右の人ちょっと注意。ドラのチューン叩いてるんで、まあ、フリテンのイスピンは取らないですね。イーピンは3枚切れてるんで、差し子のスーピンに手が伸びずリーチをかけられた。ドラは2枚切れてるんで、チートイの短期待ちじゃない限りは通りますけど、一発ではさすがに切らないかな。ペイがションパイ。ペイがションパイってちょっとあれって感じですね。ん、ちょっとここ折りかな。ドン。まあ、ペーションパイなんで、シャンポン待ちとか、いろいろ考えられるんで、まあ、当然切らないですね。ペーなんていうのは、普通は、みんな切ってくるものが、順目で切られてないってことは不自然なことなので、あんこで持たれている、シャンポン待ちである、何か理由があるはずです。4人ともピン付けの捨て牌ですね。
まずは。で、ペンサンワンよりマンズのローワン周辺を期待したいんで、ペンサンワンは嫌って、ローワンに両面でくっつけて、もう一面つと。まあ、イーペーコーもつきますし、ドラも使えるんで、マンズで2面つかなと。ウーパーピンで1面つかな。リャンゾー、スーソー、チーソーで、さらにもう1面つかなって感じですね。9ソーは切るかな。タンヤオ、イーペー、ドラさん。これ親なので、親で、タンヤオドラさん12000あるんで、三蔵チーですね。あ、ウーピンをポンされた。ちょっとそこ苦しいな。両面待ちの、これは泣いていきますね。勝負したいです、ここは。これチーして。チー。本当は両面を残したかったんですが、まあ人泣き1万2000なんで、しかも親なのでクイターンを狙いました。あ、そっか、天砲は切り上げマンがないんで、ザンクオール、ドラは3万。これ難しいですね。こういうバッタ待ちの5588とか、筋で統一で持っている状態。こういうのってピン付けになかなかならないんで、まあ、脳天かなーって感じですね。それか、自敗を重ねて、自敗からのポンで、泣きを使った方が上がりにはつながると思いますけど、まあ、5割方脳天かなって感じです。そんなにがむしゃらに上がりに向かわないです。ここは、まあ、一応前には進みますけど、こんなカンちゃんばっかりなんで、会心のツモをすれば攻めっ気が出てくるかなと。4人ともピンフ系の捨て牌、注目すべきは特になし。トンがション牌、ここサブローワンで使えそうなんで、こっちジャントーにしようかなと。あら、で場を見るとチーソー4枚切れてるんで、パーソー9ソーは基本ノーチャンスで安全かなと。はツモが攻めろと言っている。 E1 切ってタンヤオにはどうしようかな、攻めてみようかな、ちょっと攻めてみよう。パーソーキュースはノーチャンスで通りますね。この地位は正直失敗かもしれない地位ですね。親の連チャンに惑わされて1500目指した結果1万2000に振り込むみたいな地位だと個人的に思いますね。まあ、自分で泣いといて言うのもなんですけど、チーソーがもう空なんで、ウーワン2枚だけ、6-9-1、まあいい待ちですね。
3番のドラを切って6球番。本当は3番にくっつけて7番8番落として2334のイーペークを作ってという意図があったと思いますけど、まあテンパっちゃったらしょうがないと、ドラ切りリーチとイーシャンテン、リータンドライチ。リャンウッパー1、6球番でテンパイ。まあこれは形十分なんで3ピン切っちゃってもいいと思いますね。今さら数ピンとか持ってきても。ポン。あ、泣かれた。多少自分の捨てた牌で泣かれるのが、私は場に迷惑かかるっていう意味で、控えたいんで、3ピン残してた人差し子になってるかもしれないですね。 G1 が雀頭になって今から数ピン引いてきて単ピン3色になってるかもしれない。まあ4人左の人の捨て牌ピンズ切れてて本一にも見えなくもないですね。まあただ8巡目でこの捨て牌なんで何とも言えない。上の人が吐く。まあ2増2枚3増2枚飛んでるんでイーソー通るんじゃないかなと思ったんですけど、2増3増を持っているワンチャンスはやっぱり読みの参考になりますけど、あの2枚切れはあんまり参考にならないですね。2増2枚3増2枚飛んでるんで、まあいい数層ないかなと思ったらやっぱりあったんで、ん？あれ？あ、そんなポイントだっけ。まあよくわかんないんですが初段に上がれたんで、まずよしという感じで、次は初段の上なので2段かな。まあ MJ と一緒で2段3段4段と目指していこうと思います。いつも見てくれてありがとうございます。またあの初めてこの動画から見たよっていう人は麻雀の動画いろいろ上げているのでチャンネル登録もしていろいろ見ていただけると嬉しいです。どうもありがとうございました。